ハヤトの野望チャンネルへようこそ。入国管理官になって入国する人間を選別するゲーム、ペーパーズプリーズ、今日もプレイしていきます。前回は一生懸命プレイしたんですが、最終的にお金がなくなってしまってね、借金を背負い国に逮捕されるという事態になってしまいました。完全なるバッドエンドだったね。今回は2回目なんで、もっと頑張っていいエンディングを見ていけたらなというふうに思っております。さあ、もうコツは分かったからな、今度こそやるぜ。お金をとにかく稼いでいきたいな。パスポートに入国ビザを押印し、入国者に書類を返却する。アルストツカ国民以外は入れなくていいんだよな、初日はな。これは簡単だよな、任せろ。よし、入ってよし。さあ、パスポート出すがいい。書類入った。アルストツカ人だ。オッケー、入ってよし。たくさん通せば通すほど多分これお金もらえるんですよ。出来高制なんだよね。書類出せ。こいつはインポール。ノー、ディナイ。帰れ。入国できるのはアルストツカ人のみだ。アルストツカ人と僕に袖の下を渡したものだけが入れるものとする。書類出せよ、書類。リパブリア。はい、ダメです。帰れ帰れ。っていうか、もうこの中、入場待機列に向かってスピーカーとかで、アルストツカ人以外に足りないからねとか、なんかこう言った方がいいんじゃないのかな。どうなんだろう。あ、アルストツカ人じゃん。いいよ、入っていいよ。はい。すげえ調子いい。今日相当稼げるかも。いいな。じゃあまだ午後3時、まだ結構いけそうだぞ。書類を。あ、これいける。アルストツカだ。これなんか国名しか見てないけど大丈夫かな、ちなみに。なんだろう、名前の違いとか性別の違いとか何も見てないけど大丈夫なのかな、これ。今んとこ大丈夫なのかな。あんまり大丈夫じゃない気がするんだけど。何も見てないや。あ、アルストツカ人だった時に日付とかを確認した方がいいんだ、多分これ。アルストツカ人だろ？日付とか大丈夫？ 83 年だから大丈夫か。カーネルさん。顔も一緒だよな。大丈夫だよな。初日は多分優しいんだな。よし。どんどん入れ、どんどん入れ。次へ。あー、ここまでか。でもめっちゃ稼いだと思う。1日目。あ、言うほど稼げてない。60? 食料と暖房費。とりあえず、まだみんな健康みたいだから、お金もケチっていこう。食料も暖房もいらないだろう。これでちょっとお金貯金できるんで、ギリギリがしらない感じでいこう。多分まだ冬じゃないから、暖房もいらないと思う。眠る。生かさず殺さずでいこう。あ、グレスティン検問所順調に指導。いいじゃん。さあ、スタートは悪くないぞ、スタートは。今日は、何をすればいいのかというと、外国人についても今日は入国を認める。あ、これだ。パスポートを持ってて期限内で間違いがなければいい。よし、通ってよし。こっから本番だな。ちょっと貯金あるからいけるぞ。顔は一緒だな。83年 OK。ユルコシティ。待て、コレチアにユルコシティってあるかな。あ、ユルコシティあるわ。多分大丈夫。OK。通ってよし。いやー、これ難しいぞ。緊張するな。袖の下渡したやつも通してやりたいところだが。書類入った。期限は大丈夫。リパブリアの人。顔は合ってるよな。リパブリアにはトゥルーグロリアンという街もある。多分大丈夫。アプルーブド。通っていいものとする。さあ、次へ。お、不正な発行地なんだって不正な発行地。え、嘘でしょ。あ、急いでるって、この人。アルストツカの、パラズディナ。大丈夫だね。行っても大丈夫だね。え、嘘、間違ってたかな。おかしいの。通って、よし。やっとかって言われた。なんか間違ってたのかな。発行都市も見たのに。書類を。あ、アルストツカ人だ。男？あ、これ男か。パラディズナあるね。はい。通ってよし。なんか通っていい人が連打されると、なんか不安になるな。本当に大丈夫だったかなって思っちゃう。お、不正な性別。ちょっと待てちょっと待って。通しちゃいけないやつ通しまくってんだけど。あいつ。いや、だって。あなたの妄想を叶えます。通そうかな。いや、だからそういうのダメなんだよ。そういうのダメだけども、ちょっと待って。場所だけ。東グレスティン。あ、通しても良さそうだね。よし、通して、いいものする。後でお店行くから、待っててね。次のもの。性別ってどうやって確認するんだよ。そもそも難しいよ。コレチアのベドールさん。え、なんか顔違くない？あ、何？あー、壁を飛び越えたやつがいる。自爆するやつや、これ。逃げて。これ止めれないのかな。ダメでした。銃撃が起こってしまいました。本日の業務は中断された。病気の息子は薬を必要としている。薬はいるよな。食料と暖房費もいるよな。とりあえず全部。うわ、めっちゃお金なくなるんだけど、どうしよう。食料いらない？ハングリーって出てるけどハングリーって出てるけど暖房いらねえかな。
うわめっちゃ貯めたのにいきなりお金なくなるのやだな、なんか削りたいな。いやだめだ、食料だけ削ろう。多分まだ1日2日食べなくても死なないよ。でも暖房と薬だけだ。明日な食事は。さあ3日目、今日はちょっともうちょっと厳しくいかないとな。ちょっと投資すぎた昨日、正直変なの通しすぎて全然お金なかった。今日は、全ての外国人は正規の入国券が必要になる。入国券がないやつは通さない。昨日の給料20ドルなんだけど、マジでバイトより低いんだけど。1人目のもの入ってきた前、はい、入国ビザ、入国券の82年11月20ギリギリだ。顔は合ってる。インポールのハイハン合ってるような気がする。男だよな。よし通して、よし、はい、いやーこれ一人当たりの時間結構かかるぞ。大丈夫かな。次のもの急いで、ちょっと駆け足小走りで頼む。はい、インポール。あれお前入国ないやんけ。ちょっと待って、入国券出す。入国券審問する。入国券がないと入国できません。すいません、これ後から出すのやめろや後出しやめろって。インポールの遠距オッケー、どうしてよし。いや本当に後から出すのやめろって。こっちだって段取りってものがあんだよ。段取りってもんがよ俺の給料に影響しているんだぞそれ。はい、あらどうも、いつでもあなたを気持ちよくしてあげるわ。来たー、気持ちよくしてくれる子来たー。通そうかなちょっと待って、そういうんじゃねえんだって。だからインポールツンケード、オッケー通ってよし。今夜お店行くからな。アバを指名して、よし、アバを指名しよう。今日はだいぶ調子いい、行ける気がする。書類を、件は82年12月。はい、日程が違います。俺今日切れてるよ今日。よし、はい、入国できません。残念でした。間違えましたってなんだよ。間違えましたの意味がわかんねえよ。これ偽造品だろ？どういうことなんだよ間違えましたって。あ、出たよジジイ。こいついつも時間取らせてくるから、おいお前出せよパスポート。クソこいつやめろって、お前マジ時間がパスポート出せ早く。パスポートないのかお前パスポートは必要です。 OKOK 分かった、また来る。もう来なくていい、通っていいよ、もう通っていいよ。また明日来たらまた時間取られるんだが、もう勘弁してくれ。あ、アルソツカ人だ。これ男？なんか性別大丈夫これ。ほら不思議、来た来た来た。やっぱ見た目で判断しないとダメなんだこのゲーム。え、書類の通りですって言ってるけど、いやダメでしょこれ多分。これダメだ、いない。多分なんかちょっとおかしいと思ったら、どうしてダメなんだこれ。俺は見た目で性別を判断する。ゲーム的にしょうがねえから書類を。だから不満がありそうだ、人生に不満がありそう。ちょっと待って、入国権ない。入国券はこれどうせ後出しだろ。あ、何ですかそれ。はい、ディナー。はい、ダメです。帰れ、国に帰れ。今日ノーミス、よっしゃー。これで家族にご飯を食べさせることができる。何これめっちゃ病気なったんだけど。はぁ、あ、まあでも結構お金ある。でも言うて、そうか、お腹空きすぎて病気になったんだこれ。うーわ最悪。口減らしするか家族必要かな。いるいる家族。でもいるような家族は。しょうがね、寝るか。しょうがない、こればかりはしょうがない。いやでも調子いいからな、言うて調子いいからな。今日からは入国券に代わり正規の入国許可証が必要です。はい、でちょっと思ったんだけど、この国のこの発行都市ちょっと別にメモっとこう。そしたらいちいちめくらなくてもいける。天才的発想。僕これパソコンでプレイしてるんで、今スクリーンショット撮っとこうこれでさらに効率よくなるぞ。よし行くぞ。1人目、今日もノーミスで行きたい。書類を出せ。入国の目的は移住です。移住ね。滞在期間は永住、まあ移住だからな。入国期限は OK、 1983年、多分 OK、 トゥルーグロリアン OK、 通ってよし。やばい、今日からめちゃくちゃ大変なんだけど。え、ちょっと待って、これ女性大丈夫？あ、しまった、 ID みたいの大丈夫だったか確認してねえや。やばい、めっちゃ難しい今日から。あ、お前悪いけど入国券じゃダメなんだよ。入国許可証がいるんだよ。通れません、残念だったな。すまねえな本当に、毎日ルールが変わる検問で申し訳ねえなこれ絶対こっちの不手際だわこれ本当に申し訳ないと思う。これ日替わりなんだもん用意できなくない？こんなの。書類を、82年11月。はい、ダメです。入国期限切れてます。はい、ディナイ。
期限切れです、お願い通して息子が待ってるんだ、いやダメですそんなの知ったこっちゃねえよ、おめえんちの家庭の事情なんて俺には関係ねえんだよ、知らねえよ俺にだって家族がいるんだ、ここで仕事がある、就労期間1ヶ月、あ、いいよ、 OK、 ID も OK、 この人女の人本当に女の人、リパブリアの、レズラナディ、あ、OK、 あ、久々に通せる人来た、 OK です、働いてってください、さあアルストツカのために働くがいい、おお、不正な性別、いや俺性別怪しいって思ったんだって、わかんねえよ性別マジで、これ何、あ、アルストツカ人の ID カードだって、いいんじゃない、名前はアブガラベアニアンジェラ、 OK、 82キロ、183センチ、でかいなこの人、女人だよね、東グレスティン、多分大丈夫、はい、通ってよし、通っていいものとする、アルストツカに栄光あれ、いや性別わかんないって、みんな下半身すっぽんぽんで来てくれる、申し訳ないけど出たよジジイようまたあったな、パスポート持ってきた、アルストツカにから、はい、うん、いいよ取っていい、はい、じゃあねじゃあね、あ、なんかくれるって、お金、お金なんかもらった、ありがとうおじいちゃん、めんどくさいから通しちゃったあのじじめんどくせえんだもん、仕事をしに来た、滞在期間は12週間、3ヶ月ね、はい、入国期限も OK、 ID も OK、 リパブリアのトゥルグロリアン OK、 女の人、あ、顔違うやんけお前顔人相違くね、これ髪型違うだけかな、これ手術をした、ダメです、あ、あ、指紋鑑定ができる、指紋鑑定が、はい、指紋お願いします、指紋来たよ、別名登録なし、指紋および氏名は本記録と指紋が、え、指紋違ったってこと、身元の確認が取れません、お、ダメだ、指紋違うやんけ、怖っ、危ねえ、お前ダメだ、うわー、びっくりした、うわー、めっちゃ時間取られちまった、指紋違うやつに、どんくらい稼げた、あ、住居費が上昇した、あー、でもまだ大丈夫、あ、まだ腹すかしてんだけど、これこれ食料代払わないと多分、いやでも食料、食料なしならめっちゃ浮くんだよな食料どうしようかな、食料いいんじゃないか、意外と食べなくても、なんかこう、なんだろう、食べられる草とか公園で食べれないのこれでも病気になったら一緒だからな、でも言うて薬代かかるから、どうしよう、とりあえずでも死んだら良くないからな、いいや、もうしょうがない、今日稼いだからな、リパブリアの陸上スターに殺人容疑、待て待て、こいつ、こいつやばいぞ、こいつ来たら見とこう、ビンス、ビンスレストレード来るかも、こいつ新聞に載ってるってことは、通してみても面白いけどなどうせ俺が殺されるわけじゃねえしな、給料安いしな、つまんねえよな、不審者の拘束権限を与えるだって、え、矛盾点を審問すれば拘束の選択は可能となる、何これ、拘束できるようになったんだって、へー、なんじゃそら、さあ入ってよし、書類を頼むぞ、揉めるんじゃないぞ、ここで仕事がある、就労ね、期間は12ヶ月1年、はい、 OK、 パスポートの番号も、パスポートの番号が違う、はい、通せません、ダメです、あ、ちょっと待って、これ拘束しないとダメだったんじゃない、拒否してくれたらそれで帰るとか言ってたけど、拘束ってどうやるんだこれ、怪しいやつ拘束しろって言われてたぞ、アルストツカ人来たな、トレイヤー、これ女の人これなんかん、え、大丈夫これ、あ、データ1って書いてある、大丈夫か、なんかすまんかったな、疑ってすまんかったな、アルストツカのパラディズナの人、どうしてよし、いやめっちゃ疑っちゃう、変なのばっか来るから、おかしいよこんなの、さあ次のもの、入国の目的はアルストツカで乗り継ぎ、あ、乗り継ぎね、滞在期間は2日間、じゃあ通してもいいんじゃない、乗り継ぎだし、入国期限も OK、 ID も OK、 名前もレストレード、あれ、ちょっと待て、ビンスレストレードってさ犯罪者じゃなかったっけちょっと待てよ、こいつ殺人犯だよな、どうすんのこれ、あー、これだ、ビンスレストレード容疑者、これだ、あったぞ、クソって言ってる、よし閉じ込めろ、リパブリア人どもの嘘を信じるな、通してくれ、拘束だ、捕まえろ、よっしゃバカめー、シャッターを閉じて逃げられなくしました、よし捕まえたったぞ、連れて行かれてるこれお手柄なんじゃないの、ボーナス出るかも、やったぜ、よし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 、いいよ今日はいい、今日はお手柄、ボーナス出なかったらもう全部通すからな俺はこれで金もらえなかったら、パラディズナの男、よし通してよし、結構自国民には甘いのな、アルストツカ人に栄光あれ、あれ不正の地区、うわー、地区間違ってたか、書類を
入国の目的は観光。こんな国観光するとこあんのか。8週間2ヶ月、はい、OK。 でも OK、 ID も OK、 名前は、名前が違うやんけどうなってんだよこの国、お前スパイとかだろう。複数の名前があるんだ。出た、指紋鑑定きたな。本当かよ、出てきたよ。あ、データ一致してる。え、ちょっと通っていいってこと。データ一致だよ。あ、別名ジャンヌアリ。あ、オッケーだ、通っていいんだじゃん。そんなパターンもあるのな。通ってよし。でもそれ最初に言ってほしかったよ、書類を。あ、なんかいかにも怪しいおっさん来たぞ。おう友よ、今日はなんて美しい日だろう。アンテグリアの圧政からやっと解放だ。これ移住ってこと言ってることが怪しいんだけど大丈夫。まあ IDOK だし、名前も OK だし、まあいっか。アンテグリア、アンテグリアのアウターグラウス OK の気がする。いやなんか見た目怪しいと本当に通していいのって気分になっちゃう。大丈夫かな、ちょっと顔色悪いけど大丈夫。どうか妻にも優しく接してくれ。すぐ後ろに並んでいる。え、後ろ奥さんだって。どうしよう、待って待って、奥さん入国許可証ないじゃん。どうすんのこれ、ダメだよ親権地。でもこれ通せないよ、入国許可証。どうかお願いです、政府が発行してくれません。アンテグリアに戻ったら殺されます。知らねえよ帰れ帰れ。お前はどうしたら俺の給料が減るんだ。もうおしまいだ。次のもの、秋はここまでか。はい、他人に厳しい男だった。あ、審査室改良可能、スペースキーで調査モードに切り替えだって。なんか来た。あ、これだ、入国審査室改良。おお。で、家族みんな元気になったんで今日は食事抜こうぜいらないだろう、毎日食べなくてもいいよ。食事は2日に1回だ。え、これ調査モードってでも何ができるようになるんだろう。つうか入国審査室の改良なんで自分で出すんだよ備品だろ。っていうか、あ、グレスティン逮捕。あ、逮捕したから改良できるようになったのかなこれ。家賃毎日だし、どうなってんだろうな。移民によって国民の仕事が失われていっている。移民通しちゃダメだな。今後労働目的の入国希望者には正規の労働許可書の提示を命ずる。はい、ん、労働目的だっけ。あ、労働者にさらに労働許可証がいるんだって。めちゃめんどくせえな、もうやめてえな、転職しようかなそれか全部通すかどっちかだな、もう。はい、書類出せ。あ、入国の目的仕事だ、就労2ヶ月期限 OK、 ID は OK、 テイラーヤブなんとかさん。顔ちょっと違くない、君顔違くない、大丈夫。あ、一致だ、髪型が違うだけだった。名前一緒だね。職種統計士83年、アンテグリアのグロリア OK、 通ってよし。いや書類多すぎだよな、パスポートにまとめられないのか書類を。うわ、また労働目的かよ、うちの国民の仕事が奪われちゃうよ。就労目的6ヶ月これを、きたー取ってよし。いやいやいや、ダメだからダメだからね。 MG、 あ、OK、 マヤ今んとこ OK の気がする。あ、サービス業か、取っていいかな。いやー、こんな仕事やってらんないよ、もう。パズルゲームみたいじゃないか。あ、助けてくださいとか言ってる。何、私と妹はダニ・ルダムという男にアルソツカでいい仕事を紹介すると言われてやってきました。でも彼は信用できません。きっと私たちのパスポート奪って売るつもりだと思います。待て待て、ダニ・ラダムという男は通しちゃダメかも。助けてくれって言われた、覚えとこう。次のもの、あれ、ちょっと待って、君パスポートは、パスポートないよ。審問する。あ、なんで後から出すんだよ、お前通してやんねえぞルーカス・セバスチャン82年11月。待て待て、お前パスポートだから、パスポート出さなかったのか貴様。お前パスポート期限切れとるやんけ。お前は通さねえ、いない。これなんか別に突きつける必要もないんじゃね、ノーを押して返してもいい気がするちゃんと聞かないとダメなのかな。こいつの名前は、あ、ダリルダム来た、いい女紹介してくれるって。でもこいつ入れたらまずいんだよな、これ。こいつ犯罪者なんだよ多分。ダメだ、お前入れてやれねえ、悪いが俺は女の子にいい顔したいからお前は通さねえ。じゃあな、お前はもう一生この剣もくぐることはできねえ。あ、入国違反、規定違反しちゃった。でもいいや、めっちゃ不愛想なやつ来たな。入国の目的は友人に会い、滞在期間は8週間。あ、今のところ良さそうだ。カルタ、名前も大丈夫。コレチアの西グレスティンの、いいんじゃない。よし、通っていいものとする。さあ次のもの、書類。またアルストスカ人か。ウォゼンフィールド地区。あ、お、何、あ、何、あ、自爆事件起きたんだけど。俺通しちゃいけないやつ通した。テロリストの襲撃により本日の業務は中だ。おい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 、しかも息子病気になったんだがマジで
でもしょうがないじゃないか。俺はできることしたよ。よし、今日は暖房なしな。その代わりご飯を食べていいものとする。グレスティンクラブダンサー遺体で発見。え遺体で発見、これ僕のせい？違うよね。国境検問所最終劇やばい、めっちゃ怒られそう。これだって俺できることしてるよ。従業員の数増やしてくれる？こんなに警備兵たくさんいんのにさ、検問僕しかいないんですもん。絶対足りてないって。いいのかなとか首ひねりながら通してんだもん。あ、診察室に検査スキャナーを設置した。コレチアの過激派が容疑にかけられている。コレチア人は入国を許可する前に必ず全員検査しろって。武器密輸品発見時には規則書内の規則箇所と関連付けを。はあ、やべえもん持ってねえかってこと。おい、入国の目的は友人に会いに来たって。もう多すぎるんだけど規則が。3ヶ月、はい、日程は大丈夫。 ID はコレチア人じゃん。全コレチア人を検査せよ。こういうこと。あ、不審検知来た。検査スキャナーの方を向いてください。すっごい撮ってる。あ、今のうちなんか見る。あ、なんかやべえ、ちょっとエッチなの出てきた。いや、なんかすいません、なんかすいません。名前は大丈夫、日程も大丈夫、女性、はい。あ、通していいんじゃないか、コレチア人何も持ってないようだし。入国 OK。 問題を起こさぬように次のもの書類を。この顔の人見たことない。あ、アルストツカ人だ。エンディフォルマ地区なんてあったっけ、アルストツカに。あるな。名前は、え、男。あ、不審検知、あなたは男性ですか。なぜそんなことを聞くんですか。あ、検査来た。ほら、スキャナーだ。名前は合ってるよな。性別だけ怪しいんだ。出てきた。これ、え、これ、男？女？これで何を判断しろってんだよ。これ男なの？じゃあ、OK。なんかすいません。写真見ちゃって。通ってよし。性別なんかどっちでもええやんけ。入国の目的はただの観光です。期間は2週間、OK。入国期限も OK だし、ID が違う。よし。あ、高速！来た！おぉ！何をしている？うわ、もう怪しいやつ全部ちょっぴくんだ、これ。怖っ！怖いな、この国。僕の胸先三寸で全員捕まえれますよ、これ。やべえな。コレチア、あれ？コレチア？コレチアって、あ、全コレチア人検査だよね、確か。なんかすいません、申し訳ないけど検査対象です。検査を行う。大丈夫かな。名前とかは OK なんだよな。あと、これで武器を持ってなければ OK。 武器持ってないね。よし、通して。よし、 OK。 見たくもねえやつらの、こんなレントゲン写真みたいに見させられて、もうなんかやみそうだよ。次のもの、書類を出せ。またコレチア人かよ。アルソツカで乗り継ぎ。とりあえずもう検査、写真撮りながら見よう残りのデータ。はい、名前はシャディ・サファディ。いいね。ID も OK。コレチアの、ベドール。特に問題がありそうじゃないけど。あ、わあ、なんか持ってるやんけ、お前。これか。これだ。高速だ。やべえ、今日コレチア人やべえのばっか来るんだが。やばい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 。これもうテロリストだらけやんけ。コレチアに何をしたんだよ、アルストツカはさ。観光に来ただけ。滞在期間は8週間。いいんじゃない？行っても大丈夫？ ID も？ ID も合ってるね。ジュリア・イバノバ。オブリスタン。オブリスタンのスカール。あ、いや、久々に通せそうな人来たよ。通ってよし。あ、なんかほっとするな。正しいおばさんが来ると。さあ、次のもの。もうなんか全部ディナイでいいんじゃねえのっていう。アルストツカ人。おい、ID カードは。もうなんか出さないやつって絶対理由あるからな。もう怪しいぞ。怪しんでいけ。名前は？ケフ・ロマン。いいね。はい。バーントン地区ってあるかな、アルストツカの。バーン、あるな。え、通していいのかな、なんかおかしくねえか、大丈夫、男だしな。パラディズナ。なんか通していい気がする。あ、生年月日が違う。やばいやばい。これ偽造だよ、偽造。何のことだかって言ってる。法則だ。やばい、今日ほとんどのやつが逮捕されてる。やべえ、これもう。どうなってんだよ、もう閉鎖しようぜ、入国管理局。7日目。給料安いんだよ。食費は削ろう。寒いだけみたいだから食費はいらないだろう。いやー、もうやってらんねえよ、こんなの。不当な国境検問による権利侵害を訴える。コレチアの元首が不満を表明だって。俺のせいじゃないからな、言っとくけど。うちの上司がだな、上司が。はい、コレチアが正式に不満を表明した。本日上層部との会談のため外交官が訪れる。コレチア人への強制捜査は今後認められない。何、どうすんのじゃコレチア人。外交官はパスポート及び外交特権証明書のみで入国可能。パスポートと外交特権証明書だって。うわー、めんどくせえな。コ
レチア人への検査はしちゃダメなのな。わかった、じゃあ入っていいぞ。外交官僕が通さなかったら国家問題になりますよね。思ったけど入国の目的は、あ、いきなり来たんだけど外交官、マジかよ。パスポートコレチアね、はい、レズアイロニア、はい、アイディオン、 OK。 本書の提示に以下に記載された全ての国際加盟国に無条件に入国が拒否される。多分通していいと思う。いやーこれ大変だぞ本当。よし、あとは上がうまいことやるよもう知らねえよ、もうもう知らねえ。書類を出せ。入国の目的は友人には観光、30日間、1ヶ月ね、はい、いいんじゃない。 ID も OK、 名前も OK、インポールのハイハン、いいんじゃない、はい、あ、不正な有効期日、マジかよ。あ、何、組織はお前を待っている。あ、何、なんか来たんだけど、え、俺組織に行こうかな、給料安いしさあ次のもの、書類を、労働許可証、あれ入国許可証、不審検知、入国許可証がないと入れることはできないぞ。これです、だから後から出すんじゃねえよ。待て待て、後から出したらちょっと怪しいんだよな、大体な、何かがおかしいかも。 ID は OK、 いやでも合ってるぞ、大体合ってるぞ。ライフスエリ、うわなんかいけてる気がする。 OK、 え、後出しでも OK ぜ、いるのか、問題起こすんじゃないぞ。さあ次へ、書類を、うわーめっちゃおばちゃん出てきたその辺にいそうなおばちゃん出てきた。アルストツカ人だったら誰でも入れていいんじゃないの、もうパラディズナ、はい、誕生日も OK、 名前も OK、 アルタンチック取っていいんじゃない多分。よし取って、よし、あ、何これ、え、メモの裏になんか書いてあるんだけど、コーマンドレックス、何これ、え、誰、コーマンドレックスって。さあ次のもの、書類を、アルストツカ人か、え、女、怪しくない、不審検知、男にしか見えないよ、だってなぜそんなことを聞くんですか、危ないぞ検査だ、怪しい、もう女性だった女性だったわ、なんかすいません、なんかすいません、なんか失礼なことしたかも。東グレスティン、午前フィールド地区、誕生日も合ってるし、あ、全然 OK だった、なんかすいませんでしたなんかすいませんでした、いやほんと失礼だよ失礼すぎなんだよ。あ、入国審査室改良できるみたい、はい、というわけで今回ここまでです。いやー前回と違ってかなり順調に進んではいるんですが、どんどん項目が複雑になっています。しかもなんか闇の組織みたいに誘われたし、一体どうなるんでしょう今後通しちゃいけないやついっぱい通してる気もするし、次回またね続きからやっていこうと思います。というわけで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。